番フラワーアーティストシンです。フラワーアーティストツトムです。皆さん一番高いカーネーションって知ってますか？一番高いカーネーションって知ってますか？なんだかんだムーンダストじゃないですか？これが並んでんじゃねえかよ、お前。他にの目がそっちですか？そっちですが、そうです、皆さんの一番知りたいところです。レインボーカーネーションを今日は作ります。作れるんです。本当に作れるの？作れるんですよ。あのこれ使って作るんですけど、うん、まあどうやって作るかって意外にこう企業秘密にしてる方が多いかと思います。今日バラしちゃう？今日バラしちゃいます。まあ、簡単な話なんですけど。完璧だね、はい、やっぱりここ皆さんね、フラワー TV を見てる人だけが分かる。でも YouTube は世界の次に分かっちゃう。じゃあもう企業秘密にしてるやつらな、企業秘密にできなくなる。まあそういうことですよね。まあ実際あの、なんだろう、自分でも作れるんですけど、あ、別にそれ市販されてるの？市販されてるんですよ。もう資材屋さんで売ってるこの秘密の入れ物。こいつが秘密の入れ物なんだ。これが秘密の入れ物です。じゃあ後でよく見せますか。はい、これで作れます。じゃあ早速行ってみますか。やってみましょう。よし、行くよ。やるぞ。にゃんにゃん。お前なんでそんな格好してるのか。ちょっとおつや帰りです。はい、とりあえずこれで今ね、全色の何分の1だっけ、7割ぐらいあるんじゃないですか。これで7割ぐらいが揃ってるみたいですね。バグウド、メロン、ラベンダー、アプリコット、レッド、キャメル、マスタード、ブルー、ピンク、ロイヤルブルー、イエロー、ミント。なるほど、はい、そういうことです。はい、ではちょっとやり方を手元アップでやっていきましょう。はい、はい、このレインボーカーネーションはこう4つの色で分かれてるんだよね。そうです。それでその今説明した色の中から4色を選択してみます。で今回ね、この藤沢くんのセレクトでなんだっけ、みかん、メロン、違う、メロン、ピンク、ブルー、イエロー、一番わかりやすい、一番わかりやすいのね、うん、でいってみます。はい、まずどうするの？まずこれがキャップ。あ、それが容器、ちょっと待って、容器アップで、容器です。はい、これが容器ですね。容器です。これ中で4分割に分かれてます。はい、ここがね、すごい尖ってるんですよ。痛いの？痛いんです、この差は。なるほど。はい、でここにね、線が書いてあるんですけど、はいはい、ここまで入れてます。あ、その線まで色を入れる。はい、はい、早速やっちゃいます。はい、はい、まずメロンから。メロンから、はい、ちゃんとスポイトとか使ってやるともっといいんですけど。ちょっと待って待って、はい、はい、ちょっと入れすぎました。まず置いてやろうか。じゃあ次、ピンク。イエロー、ブルー、うん、でこのような感じで色が分かれます。で、今度このキャップをかぶせます。キャップをかぶせる。はい、これで準備終了です。あ、これでも準備終了なんだ。はい、はい、分かりました。はい、はい、こちらがさっきね、1個作った中に液が入ってますね。それをこんだけ、ちょっと今回実験するんでこんだけいっぱい作ってみました。これいろいろと色をバズだよね。いろいろ混ぜました。これいろんなね、一色じゃなくていろんな色にしてあります。いろんな色とかいろんな色のカラーバリエーションにしてあります。ではこれでやっていきますけど、はい、何の花が一番染まる？まあ定番なのはカーネーション。まあ、カーネーション。で、あとはガーベラ。ガーベラ。ピンポンマムとか、キクですね。ユリ。ユリ。ダリアとか。なるほど。じゃあ今日はカーネーションと、はい、もう一色、あ、もう一種類ダリアでガーベラでやってみましょうか。そうですね。じゃあちょっと早速やってみましょう。はい、
ょっとアップして答えしようか。あとはじゃあマサヨシ。マサヨシ、マサヨシだっけ。